お店再建チャップマンチャンネル。皆さんいらっしゃいませ、チャップマンまさきです。今回はまた世界的に人気漫画ワンピースの再現飯です。ユーカマー憲法奥義99のバイタルレシピから復活系海豚入りホルモンスープを再現していきます。まずは玉ねぎの方を切っていきます。玉ねぎには今回のメイン食材たちが持っている疲労回復効果があるビタミン B の吸収を良くする効果の方があります。あと臭み消しや新陳代謝を良くする効果もあるため、今回のスープにはぴったりだと思って入れています。次はマッシュルームです。こちらはナイアシンや銅などを含んでおり、ホルモンや抗体の生成、乳幼児に欠かせない栄養素の方を持っています。この時原作では子供たちもいっぱいいましたからね、その子たちの栄養配慮にも入れたと思われます。次はニラの方を食べやすいサイズにカットしていきます。ニラには滋養強壮効果や疲労回復効果、そして鉄分を含むので血液などを作る効果などが期待できます。まあ激闘の後ですからね、血が足らなくなってる人も多いかと思います。キャベツです。キャベツの方も食べやすいサイズにカットしていきます。キャベツには胃の粘膜を保護する効果、そして LDL コレステロールを下げる効果があります。ちなみにこのキャベツの胃の粘膜を守る効果はキャベジンといい、あの有名な薬の名前の由来になっています。ずっと食べ物を食べていなかった桃之助にスープから口に入れろと言ったのは、こういう効果のあるキャベツを入れたスープだったからだと推測できます。そしてニンニクですね。ニンニクはもう言わずもがなって感じで、栄養価が高く疲労回復効果があります。こちらの方も細かくみじん切りの方にしていきます。ではメインの方になっていく牛のホルモンです。こちらも食べやすいように一口サイズにカットしていきます。牛ホルモンには髪や肌の美容を整える効果、あと20種類のアミノ酸で脂肪燃焼効果や免疫力のアップ、ビタミン B による疲労回復効果、細胞再生効果などがあります。そして豚です。さすがに海豚はいないので、君津さんの名水もち豚のバラ肉の方を使っていきます。豚肉にはビタミン B1 や B2 が含まれており、疲労回復効果、糖脂肪の代謝効果、貧血予防、アンチエイジングなどに効果が期待できます。ではオリーブオイルでニンニクの方を炒めていきたいと思います。そして玉ねぎと塩の方も入れていきます。牛ホルモンと豚バラ肉も入れてしまいます。ここでマジックソルトとローリエで香り付けをします。まあ臭み消しですね。そしてチリパウダーと一味唐辛子で辛味の方をつけていきます。炒まってきたら残りの野菜を全部入れて炒めてしまいます。トマト缶の方も入れていきます。そしてガラスープの素ですね。そして野菜ジュースを入れて蓋をして煮ます。まあ、これで野菜から出る水分とこの野菜ジュースの水分でスープにしていきたいと思います。ちなみにトマトには血中のアルコール濃度を下げる効果、喉や肺の呼吸器系を守る効果があります。だいぶいい感じに煮えてきましたね。ちょっと味見の方をして味を整えていきたいと思います。少し塩だけ入れて調整しました。豆腐を食べやすいサイズにカットして入れて一煮立ちさせます。
豆腐のイソフラボンには脂肪代謝を促進させる効果、そして女性ホルモンに似た働きがあります。仲間にはナミとロビン、そしてあの場にはタシキがいたので、サンジは女性陣のスタイル維持のため豆腐は良いとニューカマーに教わっていて、日常的に料理に使ってそうですね。原作の方に近い形の鍋に移し替えました。復活系水豚入りホルモンスープ完成です。早速食べていきましょう。とりあえず鶏皿の方に取り分けます。かなりの具沢山スープになってますね。そして残っていたからパクチーの方も彩りに入れていきたいと思います。パクチーもビタミン B1 や B2、 そして C や E、 あとベータカロチンなども豊富に持っていて、免疫力と疲労回復効果の方があります。加熱に弱いので、生で取り分けたお皿に入れた方が効率よく栄養を取れます。また苦手な人が多いので、この入れ方が一番ベストかなと思います。程よい辛みのあるトマトスープが非常に美味しいです。豚肉とホルモンも非常にボリュームがあるけど、野菜がいっぱい入ってるのでさっぱりと食べられますね。そして体の方が温まってきて、すっごいポカポカして汗をかいてきます。非常に美味しくておかずになるスープです。ではおさらいです。材料はほぼ食べやすいサイズの方に切ってもらえれば大丈夫です。今回再現のためにいろいろな食材の栄養素の方を調べましたが、ホルモンや豚に疲労回復効果がちゃんとあるのがびっくりです。やっぱり小田一郎先生はすごい人ですね。99のバイタルレシピ、残りも公開される時は来るのでしょうか。あと5年で終わると言われてますから、そんなに宴の数も残りが少ないですから98回もないでしょうね。そして和の国の終わりの宴はおでんとお汁粉で終わると思ってるので、次は再現飯ではないけど、それにふさわしいおでんを作ってみたいと思います。残りのバイタルレシピは残り勝手に作っていいか、小田先生に SBS で聞いてみようかと思います。いつか小田先生に公認をいただけるまで頑張ります。幼馴染が主題歌歌ってて、親戚が集英社にいるからなんとかならないですかね。本当に今回も具沢山のスープで非常に美味しくて栄養満点なものができました。もしよかったら皆さんも作ってみてください。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。リクエストなどありましたらコメント欄へお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。